ただ見せてくれただけでしたね。ちょっと説明しながら見せてもらって。まず、はい。なるべく、はい。なんていうのかな。かかとの裏というか、本当アキレス腱の部分の。かかとの裏、はい。アキレス腱を入れて、この脇で入れて、隙間をなくして、はい、もうこの時点で、もう、痛いぐらい、こう隙間をなくして。この時点でもう痛いと。で、もう、倒れて。起き上がってくる時があるんですよね、こう、はいはいはい、そうすると決まらないので、足で。あ、この左足はそういうための重要。はい、はあはあ、あとはこう膝で締めてもいいし。はあはあ、はい。あの、分からない人こう腕で締めようとするんですけど、はいはい、腕じゃなくて背筋を背筋を使って、背中でこう、はい、締め上げると。そうですね。はい。そんなに深く考えなくても。足首があったら取っちゃえばいいじゃないですか。あ、足があったら取ると。あまり別にそう複雑なものは何もない。ないですね。あ、なるほどなるほど。うん、こういう。これはスプリングトーホールドだと思いますけど。まあ無理ですからね。無理だよね。こっからアキレス腱取れないもんね。はい。特にあります。特に。